はいどうも、はじまきよしろです。やっぱ声でかくして喋った方がいいなと思ったら違う。俺が雑談するときに声がでかいのは雑談欲を抑え込まれて発散するときの爆発だ。はい、今日はね、起きてたらコンビニ巡りします。はい、コンビニ巡りしてマック行ってね、で普通に、爆破します。違う、爆発しますだな、俺が爆破予告になっちゃう。ダメじゃん、捕まるじゃん。普通に今のは爆破予告じゃないです。ストレスを発散するですね。すいません、間違えました。うん、いや、そう、本当にそういうことしそうなやつだもんな。でも俺技術ないんでね、そういうの。だから安心してください皆さん。本当にね、そういうことできないんで、犯罪できない人間なんですよ俺は。犯罪とは対極にあるようで、まあ人間ってみんな犯罪には対極にあるようでね、自分の後ろでね、もう常に待機してるんですけどね。犯罪って俺の真後ろでね、いつも俺の死角にいるのが犯罪なんですよ。はい、でも不意に俺の前に現れるんです、犯罪は。うん、やるのもするのもやられるのもね。うん、あー口臭いな口臭いけど今日は行っちゃおう、歯磨かないでって思ったけど、普通にめちゃくちゃ口臭いからさすがに歯磨こう。うん、口臭いね。口臭いのってよくないし、俺はなんでね、とも中学校とか小学校あんま人に好かれなかったっていうか、普通に臭かったんだと思います。やっぱ臭い人間と仲良くしていきたいかっていうと、なくないか。いや、東海オンエアの柴犬さんはキャラだからとか言うけど、やっぱりさ、臭い人間は嫌じゃん。そんなに親密でもないのに。うん、臭い人間と俺はあんまり関わりたくないけど、俺が臭い人間だっていうね、ジレンマ風何かみたいな感じですけど、かゆー。まあまあ、口臭いっすね。まあ、口臭いな。悲しいな。あ、そうだ。今日、ツイッターでバズってたの文句言おうかなって思って、俺、ツイバズり文句なんですけど、俺はね、これですね。まあ、誰か知らねえかな。まあ、まあ、心理テストみたいなのしますよ。あなたは家の中にいます。すると赤ちゃんが泣き出します。トイレに行きたくなります。電話が鳴ります。チャイムが鳴ります。チャイムが鳴ります?ピンポーンのことか。チャイムって。うわ、カーか。そうだよ。そうだよ。チャイムはピンポンのことだよってね、カラスが教えてくれました。ありがたいね。うん、チャイムはね、風呂の水を出しっぱなしなことに気がつきます。さあ、あなたはどれくらい駆けつけますか。優先順位をつけてください。ネタバレです。これはあなたが人生何を優先して生きてきたか。赤ちゃんは愛情。うん、まあまあまあ、ここまで。で、トイレは自分自身。まあ、僕も分かりますけど、電話は仕事って。チャイムは友人、風呂の水はお金。電話とチャイム、で風呂の水はお金。これが一番意味わかんないんだよな。で、一番意味わかんないことがお金なのかな。いや、でも俺こういうのね、こじつけれそうじゃないですか。赤ちゃんだと愛情って言ってさ。でも赤ちゃんが泣いてて、これがね、設定があると。あなたは主婦で、なんたらなんたらがありますよ。これを踏まえた上で聞いてくださいならわかるんですけど、いやー、なんか突然ね、赤ちゃんがいますと。だって、まあ怖いとか別に、まあなんかその世界には適応するけど、俺はね、赤ちゃんはね、やっぱりでもね、ギャーギャー泣いたらうるさいんですよ。うん。うるさいなって思っちゃうし、愛はないんでね、そこに。うん。愛はないし、ただの赤ちゃんだから、うるさいなって思って。うん。まあなんか誰か世話できる人呼んでこようってなりますよね。うん、まあトイレに行きたくなります。電話が鳴ります。チャイムが鳴ります。電話が鳴りますよって。でも鳴ったからどうするんだって話で、優先順位って言っても何をするかなんて言ってないんでね。これ固定観念に縛られてるんですよって。なんか俺あんま個人情報っていうか、俺のそういうものを詮索されたくないから、全然言いたいことと全然違うことになっちゃったけど、まあ、赤ちゃんが泣き出したからなんだって話だし、まあ、トイレ行きに行きたくなったらトイレに行こうで、電話が鳴ったからどうした、チャイムが鳴ったからどうした、風呂の水、だから、トイレ行ってから風呂の水閉めるかな。いや、風呂の水閉めてからトイレ行くわ。うん。でもこれは、その普通に俺はガチで風呂の水がもう溢れそうになったら、
ううって言ってさ、そのね、ここのこう風呂場じゃない方に水が入ってきたら嫌じゃん。うん、だから普通止めるよね。トイレ行く、おしまい、うん、赤ちゃんは知りませんって、幻聴ですって、おしまいなんで。まあそれでなんかね、ツイートであるんですよ。いや、この状況やったら、まあ俺は何もできなくてなんだろう。そういうね、受けを狙った肝ツイートいっぱいあったんでね、ほんと死ねえなって。死ねえなって思いました。いや、その、加藤純一さんの時に死ねえなって。死ねえな死ねえな、いや、これ全然 YouTube ガイドラインに引っかかるんですけど、死ねえななんて言っちゃったの。まあ、まあ、水を閉めてからトイレに行きますけど、その、風呂の水がお金っていうのはちょっと、よくわからないです。別に嫌いです、俺は。心理テスト大嫌いです。なんか俺が納得できる心理テスト持ってこい。俺がね、個人情報も全部さらけ出していいんだったら、こいつボコボコに言えるんだけど、なんでさらけ出していいかっていうと、俺の細かな生活の動作をこう動画で言っちゃうとさ、それが個人情報流出につながっちゃうんじゃないかなっていう深読み。うん、いや、その個人情報めんどくさいんだよ。ネットってやっぱさ、つまんないやつ多いからさ、そんな住所にね、なんか送ってきて面白いかって言われたら、最初は面白いよ。最初は面白いけど、もうそれっきりだよね。ヒカルさんのあれ見てからそれ以降面白いと思わなくね。え、でも面白いなんて思わなかったの。普通に迷惑だし。てか普通に実家のまだガラス割るやつとか意味わかんないしな。全然犯罪なのに。な、関係ないよね。善悪の区別がなくなってるよ。本当に。ね、僕のヒーローアカデミアのヒーローでもしっかりとするよって、その、まあ、ステインの話でね、うん、っていうステインであるなんたらかんたら絡めても、そういう、なんか善悪の区別つかなすぎでしょってね、赤子かと、赤子とかじゃないよな、しっかりとしちゃダメだよな、それは。善悪の区別っていうかさ、してほしいよね。やっちゃいけないことじゃん、人の家のガラス割るっていう。まあやられたら嫌なことは人にしないってこともね、あんま俺は違うと思うんですよ。人が嫌なことはしないっていうことだと思うんで、自分がそれってなんか自己中だし、っていうかさ、そもそも自分にやられて嫌なことはしないじゃなくて、そもそも人が嫌がることしないだろ、そもそも、うん、俺は第六感を持ってるんで、まあ、人が嫌がること大体わかるんでね、ああやめとこうって話。めちゃくちゃ空気読めるか、めちゃくちゃ嫌がらせできるかってね、二択があるんですって。いや、ちょうどよく調節しろよ。ちょっと嫌がらせして機嫌取ってって、たまにそのポイントを消化していく感じでみたいな。すごい嫌だな、そんな人間。いや、うわ、すごい嫌がらせって。ああ、でもなんか、ああ、信頼が、うわ、こいつ、おい、いいのか、お前、これからのお前の一挙手一投足見逃さねえぞ、なんかあったら絶好だからな。あ、いいやつだ、やっぱいいやつな、こいつ。ああみたいな、そんなことしちゃうんですかね、俺は。そんなことできちゃうんですかね。そんなことしなくても俺は嫌がらせしかしたことないんで。嫌がらせしかしたことないわけじゃないですけどね。俺優しい人間なんでって思うんだけど、俺そんなに性格が悪くなかった。性格が良くなかったし、どちらかというと悪い方だけど、俺は優しいんです。あざす。あざすとか言っちゃダメだな。軽率に。軽率にそういう言葉使っちゃいけないな。うん。うい！冷たくなった炭酸水飲みに行きまーす。いやー、全然常温でしたね。いやー、でもね、どうでもいい話しようか。いやー、コップの中にね、イヤホンが入りそうになって、イヤホンの耳の部分が入って終わりかけた。俺の。俺が持ってる中で一番高いイヤホンがその中に入りかけて、うわって思って。最近はなんかね、すごいいいことがいっぱいあるんですよね。なんかね、運がいいっていうか、回避できてるものが多いんですよ。コップが落ちそうになる可能性が高い、ムーブをした時にも水が入ってなかったとか、こういうのが蓄積していくといつか大きな悪いことになって帰ってくるんで、やめてほしいですね。はあ、うまーうまー。やっぱね、大きな声で喋んのめちゃくちゃいいね。うん。
やっぱりいいわ。おうおう、俺は人とこんな声量で多分喋らないとは思うけど、これからね。でもやっぱりね、これくらいの声量で喋るのがね、いっちゃん楽しいわとか言おうとしたけど、いっちゃんはね、あんま使うのやめようって思います。一番楽しいな。この声量で話す雑談、超楽しい。てか今日結構いい雑談だな。やっぱ溜め込んだ甲斐があったな、雑談欲を。うん、いや今の笑いはね、雑談欲かーってなっちゃって、さっきからちょっと耳慣れない言葉を自分でね2回も発して、さっきのも合わせたら2回目ですけど、ナース発してふんってクスって笑っちゃいました。なあみたいな笑い方ですけどね、クスじゃないんですけどね、厳密にはね。うん、どうも厳密みつおです。はい、趣味は暴力。いや暴力はやっちゃダメだぞ。うん、いや最近ディズニーランド行ってね、ディズニーランド俺ねアトラクション全く乗らないんですよ。で飯食うだけっていうので帰ってきて、めちゃくちゃお金損した気がしはしないです。ああディズニー行ったなってくらい。アトラクション乗ったら疲れるんで、あの普通に飯食っておしまいだけど、やっぱね肉食わなかったんですよ。肉めっちゃ混んでて、なんか春キャンだかなんだか知らねえけど、クソみたいな学生どもがいっぱい、ほんとなうざいなって思ってた。なんか俺平日行ってんのに、ニートの特権がさ、ザバーンザハンドですよ。やめよう、ジョジョネタ使うのやめよう、キモい人間になるから。いやいいけどね、まつまんないもん。ザハンドって言ったところで笑いが取れるか取れないかって言われて取れません。なので使いません、今後ね。うん、本当にそのニートの特権平日にまあ行けるじゃないですか。あいつらふざけんねんな、なんか知らねえのにさ行ってて、俺が密かに見てる、なんか元同級生のね、元同級生、年がずれてる、パラレルワールドね、パラレルワールド、異空間、時空の歪み、時間の歪み、何かがおかしいね。元同級生って恐ろしくない？もうあっちが一歩リードした、もしくは遅れたみたいな、恐ろしい。まあね、見てるんですよ、そういうのいろいろね、 SNS 見てるんですけど、なんか言ってるんですよ。いやお前ら学校はって思って、いや俺一番、いやブーメランかってやれたらね、お前ブーメランかって突っ込んだけど、あパーンですよね、パーンです。あのエスカノールが使うずるい手刀を使いますよ、聖剣エスカノール。あれずるい手刀ですからね、こんなえーってさ、スパーンなのおかしいでしょ。めちゃくちゃ面白いよねあれ。俺ずっと言っちゃうもん、なんか何かあるたびにスーみたいになっちゃうもん。あれめちゃくちゃ面白いよね。いいなエスカノール、あんな面白い技持ってて、ええー、って言って、ほんとあれ面白いな、ツボです。いやエスカノールのあの人面白いな。こうですよ、こうやってんすよ、スパーンですよ、めちゃくちゃ面白いじゃん。まあ、ここからスパーン、あーいいね、エスカノールいいね。これすごい、なんかこれをネチ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 じゃないな、ネバネバとね、あのこねくり回してますが、ほんと面白いあれは。うん、見てるんですけど、お前ら学校はっていうのが多いんですよ。うん、でいっぱい人がいて泣きそうになっちゃった学生がいっぱいいて、で学生がすごいつまんねえこと後ろで言ってて、うわこいつはつまんねえなーとか思ってて、ぼーっとしてたらそいつらが急カーブしてきて、まあまあぶつかることはなかったんですけど、まあ避けてくれて、まあ、あ俺終わったって思った、あ終わったって、駅でね、あ終わった、俺人生終わったって思った。声でかい、いや俺は陽キャのこと全員不良だと思ってるんで、陽キャのやばいやつに、ああ俺の人生終わったんだって言ったら、やっぱね意外に優しくて、あただずっと過ごして、多分俺臭かった、多分臭いんです頭、うわこいつ臭って、うん、内心思ってるの、もうなんだろう、ガキンチョか、あ臭っ臭ってなってると思うんです。臭かったんで風呂入ってないでドーンって言っちゃった。あとその帰りの駅でもね、なんかまあ席がねギリ空いてるか空いてないかくらいの時で、まあ女性が立って、あ出んのか、出んだなって思ってね、空いたって思って言ったら、その席をこう詰め詰めの状態から一人抜けて、俺あんま見てなくて、あこの人が出、この人も一緒に出んのかなって思ったら、横移動、席移動してスライドして真ん中の席を残ったんですよね。真ん中の席がね、え俺がその中にああみたいな、あみたいなキモいフェイスでね、ああみたいな感じで、すいません、でも思ったけどね、ああとか言わない方がいいんだね、ただの知的障害者になるから。礼儀っていらないんだね、俺の礼儀って、みんなから見たらこれ
ここで、ね、俺に関してこれくらいね下げてる人みんな、あ、ありがとうございます、これですよ、ね、ちょっと前にスライドしてる、うん、煽ってるもんな、これよくよく考えて、だから無駄にそのなんだろうな、俺の変な中途半端な礼儀、礼儀かっこわらみたいな使うのやめよう、ただ煽ってる、うん、ちょっと前にスライド移動してる時も、うん、こうね、これやるとき俺視線を下に下ろしてるんでクイッてやってるだけなんです、ありがとうございます、ダッシュみたいなね、ダッシュはダメじゃん、それはダメだよ、威嚇じゃん、そんな、いやーでも臭かったんだろうな俺で、なんかね前に変ななんかね、デブのなんかやつがいて、何あいつ何何ってあいつが何だらこうだろうみたいな言ってるのかなと思ったら全然関係なかったって、俺そういう目で見た、あいついかにもなんか目で、うわなんかキモ男がなんか女の間に入ってたよって見て、そう久しぶりの外でね、いろいろあって、あーやっちゃったなってめちゃくちゃ緊張してた、いやそのね俺キモい人間なんて、この人の今日の電車最悪だったなってレベルを少しでも抑えるためにもうめちゃくちゃこのサラリーマンの方にねこう傾いてました、はい、やっぱりすごい緊張してましたね、うん、でもよくよく顔見たらそんなにあの可愛いかな、最初すげえ可愛い人の取り去っちゃった、やばいなって殺されるかなって思ったんですけど、すごいな、可愛い人の隣に座ったら殺されるって、うん、どの世界に生きてんだ俺は、スイッチ座って、うん、ウィッチだったんですけど、贅肉がすごいな、口癖よ、久しぶりに歯磨き TV やろうかな、いやうままあね、であとなんかすごい、ああ綺麗な人なんじゃないかなと思う人になったけど、その人ずっとなんか鉄の棒のとこにずっと立ってて、あもう可愛い人は心得てんだなって、人に顔をさらさないためにこうボーって言って強いなって思った、多分その人はガチで綺麗で可愛い人だと思うんですけど、もう心得てんだよそういう人は、ああ私の顔はねそんな安売り しないわよみたいな感じでそこに突っ立ってました、はいいやー、ね、でも意外になんかそれは見えないから夢で終わってるんですね、だからその隣にいた人ももう一回見たらそんな結構かいんじゃないかなって最初は思ったんですけど、よくよく見たらそんなでもねえなって思って終わったんで、まあ、夢を持たせるか持たせないかの違いっていうかね、俺が悪いだけなんです、もう俺はシュールを言い訳に日常風景の動画を撮っていこうかな、うん、シュールを言い訳ね、あこれシュールですからって言ってただ日常風景を撮っていこうかな、うん、最悪だ、シュールを履き違いすぎてる、いやでもアートよく分かんなすぎじゃね、うん、アートよく分かんなすぎだよなあれ、芸術俺はあと芸術について語るやつが嫌いです、よくわからないんで、アートがどうちゃらこうちゃらとか言うの俺キモいんでね、芸術は普遍性かって言ってか、普遍性って言葉使いたい時誰かが言ってたんだけどな、芸術は普遍性なのかな、わかんないな、うん、まあ変わらないものって、まあ簡単に言っちゃ時代が変わろうともその評価が変わらないものだよね、悪い意味でみたいな、落ちないものなんでしょ、流行に左右されなくていいものでしょ、だクオリティをめちゃくちゃ極めれば全部アートになるだろな、そんなクオリティめちゃくちゃ極めれば全部アートになるから、うん、
ネタツイートもアートになるかというと、ね、ネタツイートはただ面白いだけなんだけどね。あれ、ネタツイートに人間性がない、スイピラジャクさんがなんか言ってたけど、人間性を感じたらアートなのかって話になるけどね。俺の全然わからない分野で首突っ込んじゃうけどさ、なんか人間性を感じたら、めちゃくちゃ上にスイピラジャクさんが来た。人の名前出しまくりてえな、マッパ。めーちゃ銀トン。めちゃ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 銀トン。歌うのやめよう、キモすぎるから。歌うのキモすぎるな。てつ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 、ネタツイから人間性を測ることはできないので、ネタツイが芸術ではないことがわかる。まあ、これもあのふざけてんのかな、多分この人なりの。ネタツイから人間性を測る、測るか、だったら全然意味合い違ってくるね。ネタツイセガルマンをこう測る、ことはできないため、ネタツイは芸術ではないことはわかる。でもネタツイは面白いけどね、確かに。でもどこまで行ってもネタツイートってなんかあれだよね。まあ、制限された世界の中でどう面白いものをしていくかっていうやつだから、まあ絵とかキャンバスとかいろんなものになってたり、空間全てになってきたらもう、どうすりゃいいのってなるじゃん。逆にみたいなことがやりづらいじゃない。逆にそうしちゃおうかってことができないよね、自由すぎて。やろうと思えば、だからそれで人間性を測ろうとするのかな。その自由の中で君たちはどうやって羽ばたく、もしくは羽ばたかないみたいな。いや、どう目立つ、いや目立たなくてもいいけど、あなたはどうするみたいなもんだけどな。でもやっぱ人気になるのはやっぱり分かりやすさなんだよね。大衆はバカなんでね、俺も含めて。分かりやすいものっていいから、水溜りボンドがやっぱり成功したのは俺たちは面白いよってこと。いや、まあそういうことじゃないんですけど、でも水溜りボンドだから、どれだけ面白いっていうことを分かりやすく伝わるかなんだよな。だから俺の手段がどう面白いんだってことを分かりやすくするために、キャッチーさっていうか、とっつかみやすさっていうかね、とっつかむってのはちょっと怖いけど、怖いじゃん、とっつかむみたいなね、とっつかみ合いな、ん、つかみ合い、とっつかみ合い、とっくみ合いか、うん、とっつかみ合い、パッ。まあまあやっぱその真面目な話になると、やっぱキャッチーさなんですよね。俺のキャッチーな部分ってなくないですか。その俺はなんかね、前まで視聴者に面白さを求めてた人なんで、俺はね、あの動画だからめちゃくちゃ悪口言うけど、あのめちゃくちゃね、あのツイッターでよくしてくれてる人がいるんですよ。この人めちゃくちゃ腹立つんだよな、なんか。腹立つっていうのは語弊あるんですけど、俺のねツイッター、沈黙 TV エブリデイででででででで、ってで、沈黙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 登録よろしくお願いしますツイートがあるんです。まあネタツイートね、これによくわかんねえ、なんかゴリゴリの変な黒人、黒人かな、これは日焼けした白人かわかんないけど、よくわかんない、キモいね、ギフを送ってけど、こっち死ねよって思って、死ねよって。これマナカさん見てるんだったら、マナカさんって名指しちゃった、だったらそういうギフはマジでやめていただきたい、つまんないんで。ほんとそういうギフやるんだったら、脳があなた死んでるでしょ、そんな、そうつまんないツイートしやがって俺に。あとそれに対して俺めちゃくちゃ腹立ったんで、クソつまんないツイート返しやと思って、急性アルコール中毒症状のサチモス、急性アルコール中毒症状モスって返してね、ビールの絵文字いっぱいのやつを4つやったら、どうでもいいから鼻くそ飛ばしちゃって、どうでもいいって言いやがってよ、ふざけんなよマジで。ほんとあれだぞ、鼻くそ飛ばししようって言って、クソつまんないな、こいつの一芸があるんですよ、鼻くそ飛ばししようっていうやつがあるんですけど、いやもうそろそろやめよ、鼻くそ飛ばしは。もうな、広がらないんだよ、そのネタで。嫌だよ、つまんねえ、もうやらねえバーカって話だから。
めちゃくちゃ俺は怒りをぶつけて、これでファンが減るかもしれない、そしたらごめんね、でもそれも受け止めてくれ、マナカさん。つまんないんだよね。でも視聴者に面白さを求めるのは違うかもしれないから、俺はそこを深くね、面白いやつと俺は交流したいんだよ。でも交流してくれる人はめちゃくちゃ大事なんだよ。だから感謝してるけど、そんなつまんないことはやめてくれよなってなるじゃん。悪ノリ、悪なんだよ本当。悪ノリ、こうやってあなたがやってること悪だからな。うん、おめでとうございますって、なんか俺の怒りが伝わったようにおめでとうございますってね。みんなストーチュールモンの誕生日あんま知らないだろうから、毎日誕生日ツイートします、毎日祝われたいので、でおめでとうございますってね返してくれて、俺がそれに対してね、ヤマタノオロチの首少ないバージョン下手絵をねあげたんですけど、いやガチでこの黒人腹立つな。そんなもん送ってくんなよ本当に、許さねえかんなマジで。許してないし、現に今俺はこういう怒りもぶちまけていかなきゃいけないと思うんですよね。ハッピーゴーゴー、ハッピーゴーラッキー、ハッピーゴーゴー、ハッピーゴーオーラッキー。やめよう、歌歌うのキモいから。歌歌うのキモいって思ってます。いや歌詞は最強なんですよ、あいつら、あいつらって言っちゃったけど、あのお方たちは歌詞は最強だと思うんですけどね、俺みたいなね素人はね、ハビーガイガイみたいに、ね、歌っちゃダメだから、ダメなんだよ、わかるかい、ボーヤわかるかい、ボボボーヤ、お前プッシーじゃん、お前プッシーじゃんにも俺はイラついてるところがあるんだよな。単純になんで俺人気なんないのっていう、またその人気なんないの論みたいなね。でも人気いらないんだよな、金がありゃいいんだよ。俺はもう幸せを手に入れたんで忍者太郎、太郎忍者、お前プッシーじゃんの人中指立ててんのきついな。俺中指立ててるやつ大体つまんないで、面白いやつしか中指ね、すげえやつだけです中指立てていいのっていう最悪の縛りがあるんですけど、でもむずいよな、いじめってさ、俺もいじめられてたけど、むずくない？なんかどういう立場に、いじめについてあんま話したくないよね。いじめは良くないけど、その絶対人間どこかでいじめをしてるわけで、それに加担してるわけなんですよ。そういうことを考えてしまうと、いやいじめ良くないよねって言っても、絶対俺はどっかでいじめてるしね、明確に分かるね、いじめっていうのもあるんですけど、ね、いじめって言ってもね、俺は根は優しい人間なんで、そこまでひどいことしないよね。暴力くらいしかしてないんで俺は、うん、最低だな、口暴力か手暴力、腕暴力しかしてないんで、あの水かけるとかねあんましたことはないかな。うん、でも俺の嫌いなやつはいたんですけど、そいつはね、今そいつのことは俺はその当時はそいつは頭のネジ外れてるなって思ったんですけど、今考えてお前つまんねえな殺すかってなっちゃうんですよね。つまんないやつ嫌いなんで。で、なんか、そいつが、水バケツバシャーンってやってね、俺が煽ったわけじゃなくて、お前がやるならやれよって言って、俺がなんか掃除する羽目になって、俺も掃除する羽目になって、はぁってなってね。でもその時ね、優しい子がね、一緒に拭いてくれて、ありがてえ、ありがてえって思った。その時はイライラしてたんですけど、俺は暴君だったんで、小学校5年生まで。6年生の時にね、ひょろがりに負けてね、おい、俺弱いんだなって思ったら、6年生後半からめちゃくちゃ、なんかウェイトが着実に重くなって強くなっちゃったんですよね、うん、俺はもう暴力をやめようってなってから強くなってしまいました。でも体力がないです、一撃の重さをね乗せることができるようになって俺は強くなってしまったんですよ、やっぱり、うん、俺はバカなんで本気出せば殺せるってね。でも今本当に体力がなくなっちゃったんで、うん、本気出して殺せるともう体重使ってパヤンパヤンってすれば勝てるでしょ、そんなバヤンバヤンってやれば勝てるから、うん、人間大体バヤンバヤンってやったら勝てるんで、
で今はそのね、でも喧嘩はあんましてないな。あんましてない。いやできないんだよ喧嘩なんて。しないよ喧嘩。絶対つまんないじゃん喧嘩。喧嘩クソつまんなくね。喧嘩するやつクソつまんないからな。やっぱり喧嘩で面白さっていうのは表せないから、喧嘩してる時点で相当つまらない行為っていうか、喧嘩をどう面白く昇華させるかって考えた時に俺には無理だし、やってるやつ全員クソ寒いもんなって思ってね。でもアニメでとかそういうのを見るのはいいんですけどね、全然。まあアニメとか漫画とかゲームとかで規制するのってよくわかんないんですよね。作ってるものでそれを封じ込めたら逆になんか違う方向に行っちゃうんじゃないかなって思うし、子供に見せたらうんちゃらかんちゃらっていうやつは知らんがなって話で。まあ、むずいよな。なんかそもそもしょうがないんだよつまらないことって。人間あるからつまらないってものはこと時期があるんで、俺もクソつまんなかった時期あるんで、その時にボコボコにへし折られてたらすごいね、悲しくなっちゃう。普通にマルガさんボコボコしてたんですけど、俺もね超絶つまらない時期あって、何回かねいろんなきっかけがあってやっと面白くなれてる。あと面白い人のおかげ、面白い人の面白いものバン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 浴びて、おお俺面白くなってんじゃないのって言ったら、やっぱ面白くなってて、でも面白くなっててとか言った半年後もしくは30秒後くらい、まあそれはないけど、まあ、あるけどね、まあ、半年後くらいに何こいつで面白いって言ってんだ、全然つまんねえだろってなる時あるんですけど、いや常に進化してるんでね僕は。ローが大変でもなんか俺の動画にコメントしてくれないよね。みんなでも俺の動画そんな隅々まで見てないじゃんそもそも。なんかね見てないよね。なんかすごいめちゃくちゃ凄みのあるやつ、俺は凄みはあるんですけど、なんだろうな、凄みがあると分かった上で雑談って、人の雑談、人の話は聞くわけじゃないですか。この人の話面白いから聞くなってこともあると思うんですけど、だからそれを俺は目指してるんですよね。やっぱおかがましいとか言うのはそういうのは一旦置いてて、やっぱ芸人さんより面白くなりたいんですよ。でもそれってめちゃムズなんですよね。めちゃムズだし、できなくてもいいけど目指してみたいは見たいからね。でも芸人さんすごすぎるんですよね、あれ。なんかめんどくさいなって思っちゃうな、神竜の研究とか見てたら。え、そんなめんどくさいのって思っちゃう。嫌だなって思っちゃう。でも全てそうだもんな。そんなガン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 ってこのガンガンってのはメーターの話ね。こう微調節してやっといいものができるって話なんでね。メーターですよ。いろんなメーター。いろんなものですけど。いやー、面白いこと難しいなー。でも楽しいんですよね、ダスさん。面白い方だと思いますし。まあでも人気になるのはやっぱり分かりやすさなんですよ。分かりづらいものを見て、なんか、この人面白いなって思うのケースって少ないじゃないですか。分かりやすいもの作ってるやつっていうのは、分かりづらいもの作ってるやつは、好意的に作ってるやつと、まあ、好意的っていうか、わざと作ってるやつと、わざと作ってないやつ。わざと作ってるやつと、わざとじゃない。たまたまできちゃった人いる。できちゃった人いる。たまたまそうなってしまった人がいるわけで、俺はね、見づらいんですよ、動画。見づらいっていうのはしょうがなくて、その人と、一人の子としての面白さをね、ちょっとね、今、鍛錬してるみたいなところで。っていうか、単純に楽しいからやってるだよな。楽しいし、なんか面白くなってる気がするし、やろうみたいな感じでやってるんですけど、それでなんか、でもやっぱりお金なんですよね。俺は今幸せがあるんですよ。楽しいから、喋るのって本当に楽しくて、これは思い込んでるわけじゃなくて、楽しいし、YouTube も楽しいし、いろいろ楽しいし、漫画も楽しいし、楽しいこといっぱいあるんですよ。楽しいってものは俺幸せだと思うし、幸せを掴んでるんですよ。この右手にあります。やっぱね、幸せは利き手で掴んでいきたい。じゃあ左手お金。ないよー。お金ないよー。いや、まあお金なんですよ。お金と幸せがあるんで、もうこれがあったらまあ大体いいんじゃないかなって思いますし。お金と幸せあれば大体いいし、俺幸せを掴んでるんで、あとはお金だけです。皆さんなんか俺にお金くださいって思ったけど、みんなもね、みんなね、幸せもないし、お金もないんですよね。めちゃくちゃディスってね。でも、大抵そうでしょ。
大抵の人間が幸せもつかめてないし、お金もつかめてないんで、でも頑張ろうと思えば幸せをつかめるんですけどね、まあ、幸せっていうのはありますけどね、でもある程度幸せっていうのが何だろうな、めんどくさい幸せじゃないぞ。わあ、今やっててこれガチで楽しいなっていうのを俺は幸せだと思ってるんで、あの広瀬すずと結婚したい、橋本環奈と結婚したい、吉岡里帆と結婚したいとか、里帆と結婚したいとかね、深田恭子と結婚したいとか、結婚したいのか、まあ、そういうのはいろいろなんですけど、それはまあ無人でね、うん、でもまあね、そういうのじゃなくて、いやこれなんかいろいろ試行錯誤して、まあ、人生試行錯誤した結果これやってる時が一番楽しいなっていうやつが俺がやっぱおしゃべりでそれをやってるわけでね、うん、楽しいんですよおしゃべりは、うん、だから結構ねやっぱ親いる時ねブツブツしゃべるんですけどね楽しくない。親が夜寝てる時もやっぱりそのでもこの声量を親は知らないわけですよ、うん、この声量を親は知らなくてこんな声でねもしどこか住むって言ってしゃべってこの声は漏れるじゃん、うん、こんな声で喋る人間いないから、普通に。怒鳴ってるもん。喧嘩じゃん。うん。口喧嘩だもん。口喧嘩の声量で相手を抑え込めようとして、ちょっとヒートだね。ホットな時の声量だもん。結構熱いぞ。口喧嘩。この口喧嘩の声量的に言っても。口喧嘩の中でも結構ヒートなとこって意味ね。うん。めちゃくちゃ逆流してきた。うん。まあ話してんのはなんだっけな。人気になりたいのかって言ったら人気にはなりたいけどお金欲しい。人気いらないからな。俺が面白いなって思ってる人に認めてもらえるだけでいいんだよって。まあだけのハードル高いですけど。でも褒められて嬉しい人いないな YouTube 上で。嬉しいとは思うけどそのうわーってもうなんか全身のなんかね水分が出るところ穴から穴という穴からね泣いて鼻水よだれ耳汁耳汁ってうんでなんか汗しょんべんうんどうしてあーってなるくらい嬉しい人いない。そんな人いないわな。俺の今大好きだなって思ってる人に褒められてもうわでもめちゃくちゃ嬉しいけどうわーってなるほどじゃないし、今のことで口腔内の汚いベロが見つかっちゃったら嫌だな。お前プッシーじゃん。でもお前プッシーじゃんってなんかもうああいうのだよね。さああいうのだよねっていうのはさ音楽のノリじゃないけどクロマニオンズだってそれノリじゃん大体。いやでもなんかみんなクロマニオンズとかハイローズとか聞いてないよね。なんかクロマニオンズとハイローズ聞いてますって言ってほしい人に限っていないんだよな。クロマニオンズとハイローズ聞いてますってツイッターで言ってる人なんかちょっと萌いきだもんな。萌いきキモいって意味ね。いやーなんかでもなんか好きなものを発信してた方がいいっていうけどまあうーんいいんですけどねあんま言いたくないなって人に押し付けるのもあれなんでめちゃくちゃいいんですけどねハイローズクロマニオンズはうんなんでみんな聞いてないんだろうってくらいいいよね。でも好みの問題になるかもしれないし、まあ、単純にその河本ひろとっていう人間が歌ってるってだけで誰も勝てないと思うんですけどねうん強すぎじゃないですかその人としてのコンテンツ。そしていいものをみんなで作ってるし真島雅俊さんいるし他のメンバーもすごいしやばってなるじゃん。ハイローズだってめちゃくちゃいいじゃん。だって普通に日曜日寄りの使者とかめちゃくちゃすごくないか。ああいうのあれ意外にみんな知ってるよね。歌詞は知らなくてもシャララー
ていうのはみんな知ってるわけじゃん。でブルーハーツだってみんな知って、俺はソーマトランジスタさんがじゃあどの河本宏さんが好きってね、ジンさんがいた時にブルーハーツって言った時には分かってねえなこいつって思っちゃった。なんかブルーハーツなわけはなくないって思って、お前ベスト版しか聞いてねえだろって、それは怒られちゃうな。全部通したら絶対に俺はハイローズとかクロマニオンズの方がいいんですよ。てか河本宏さんもしかどっちかが言ってたかは覚えてないけど、俺たちは常に進化し続けてるんだぜみたいなこと言ってたんで、言ってないですけどねそんなことは。まあ最新作が最高傑作みたいな感じで言ってた気がするんで、新しい方がいいに決まってるんですよ。まあハイローズもめちゃくちゃいいし、でもその何だろうな、全体としての完成度のランクはクロマニオンズがぶっちぎりなんですよね。やっぱりすごいんですよ全ての完成度がね。でも俺はラッキー&ヘブンだけあんま好きじゃないんですよね、最低な言い方すると。ラッキーでもね、その単純に俺の好きなのがやっぱアップテンポな曲、アップテンポっていうのが俺の意図してるもの、意図っていうか考えてるものとみんながあアップテンポねって思ってるものに食い違いが、食い違いっていうかね、食い違いが生じたら困るけど、それは俺の思ってるアップテンポでやらせていただきますけど、俺の思ってるアップテンポがアップテンポって言葉以外で表現できないんで本当にごめんなさい。うん、まあね、ノリノリな曲だね。いや言えた、めちゃくちゃ言えちゃった。ノリノリな曲が好きで、うん、でもラッキー&ヘブンはあんまりノリノリな曲がないんですよね。あるんですけど、どん底自体はそのなんだろうな、内容の歌詞が薄っぺらいとか言ってるけど、普通にリズムが最高だからよ。リズムっていうかなんとなく総評的に、総評っていうか いいからよくねみたいな感じになるんですけどね。うん、いいですね。いやでもレインボーサンダーめちゃくちゃいいっす。本当にすごいすごい出来ですよ。いいね、超いい。クロマニオンズ最高だし、まあ、だってクロマニオンズ今やってるんでね、ライブやってるんで、それがいいよね。ハイローズもね行きたかったなっていうのはありますけど、普通に行けなかったんで。いやめちゃくちゃいいんですけどね、みんなにもっと聞いてほしいんですけど、そもそもそのクロマニオンズとかハイローズのアルバムとかを全部買うってことはできないしね、そこまでの熱量なくないか、うん、めちゃくちゃ最高なんですけど、なんかみんな聞いてないよね。なんだろうな、みんなやっぱ目節穴なんだろうね。まあ、ブルーハーツもいいんですけど、その俺はブルーハーツのねベスト版しかずっと聞いてなかったんで、もう俺もブルーハーツ全部聞いたわけじゃないんですけど、なんか中にはそのね、例の人、幸福の科学入った人とかが書いた詩とかね、まあ、それもいいのあるんですけど、そのなんかごっちゃになっちゃって、その全体的には見えてないですけど、あんまいいんじゃいいのではないんじゃないかなと俺は思ってて聞いてないですけど、いやでもそれは俺はいい曲で見ても、代表曲で見てもやっぱハイローズとかクロマニオンズの方が強いんじゃないかなって思ってて、あと単純に俺はブルーハーツ好きですって言ってるやつ嫌いなんで、うん、それはすごい嫌悪感を抱くんですよね。うん、まあ、ブルーハーツが好きだよって言ってるやつ俺2人しか知らないんですよ YouTube で。緑川って人と夜道ゆきって人、この人は2人ともあんま面白くないし、緑かチャベスタイガーはなんかねすごいでかいタイトルのせいでクソつまんないんですよね、うん、っていうのがこれバレたらねめちゃくちゃな人に言われちゃうから言いたくないけど、うん、でもそれでもしチャベスタイガーさんがお前はつまんないからなんかガキンチョかみたいなこと言われたら俺泣いちゃうけどね。いやもう普通に脅しという意味で泣いちゃうけど、いや俺の面白さわかんないな関西人のくせにみたいな、なんかね関西人は面白さに定評があるみたいなねノリがあるんですけど、俺は関西人もね、俺カイトさん嫌いなんですよね。関西弁に物を言わせて面白風を作ってるやつ大嫌いなんで、俺の方が面白いんでね、うん、やっぱり緑川ちゃんチャベス大会に言われたらちょっと影響力あるから嫌だね。なんかよくわかんないやつが来るもん、うん、でもなんかラジオとかさ、金属バットさんのラジオとかあるけど俺めちゃくちゃ好きだけど、ゲスト入るじゃんラジオって、あれやめてほしくない？なんかもう金属バットさんのお話だけ1時間半毎日聞きたいけどさ、
ゲスト入れるのやっぱね、まあ、それがラジオだけどさ、邪魔されんじゃん。うわ、聞きたい、めちゃくちゃ面白いなって言っても冒頭の10分くらいかな。で、あーゲストか、あーあれたちね、なんかもうゲストなしのラジオ欲しいな。それが雑談なんだけどさ、ねえ、あれなんだっけ、に金曜ニュースタイムはゲストなしなのかな、わかんない。いやでもゲストなしが一番いいもんな。うん、よくわかんないんだもん、うちわの陸に広げられて。知らないもん、そんなに芸人さん詳しくないから。うん、まあそれは俺の意見ですけど。夜道ゆきさんがあんま面白くないなと思ってる理由は特にないな。単純になんか変に尖って、あの ASMR をなんかしょぼいやつしか載せないっていう。普通にバカな女がやってる耳かきとかやりゃいいのに。確かに私はちょっと変に尖って自分が好きな音をやってきましたけど、しっかりと耳かきやります。耳かきをそのこうね、顔だけいい女が適当にやってるノリとは違うんです。それを踏まえてやってるんでちょっと違うな。でも音がいいってわけじゃないみたいな。なんかでもやっぱね、顔がいいだけの女がね、やってるんですよね。うん、やってる。顔がいいだけの女っていうか、顔がいいのはすごいいいんですけどね、適当にまあやってるじゃないですか。でもあれってめちゃくちゃいいんですけど、うん、うまくなくてもめちゃくちゃいいんですけど、俺 ASMR も好きなんですけど、なんだろうな、ミミスケっていう、そのなんかハトムギさんのね、あのこうすごい再生回数が取れてる動画で、ミミスケっていうのかな、耳かいって、ここをね竹の綿棒でグリグリやるっていうシーンが俺も最高に好きで、めちゃくちゃいい音なんですけど、その次に来るそのマイクにゴリゴリ当てるショックが来たら、あーってなるんですよね。あれだけめちゃくちゃ好きなんで、あれだけでなんかもうやろうかな。うん、動画ペチョンペチョンってさ、トゥルルルルンってつなげて、それをガタンガタンってさ、まあ、4倍くらいに、まあ、4倍にしたんです。まあ、これを切り取った時間がまあまあ20分くらいだし、まあ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 80分でこれさっす。うんね、まあ伸びないですけどとか、緑川チャベスタイガーさんに、ね、なんか相談してたけど、サムネイルとか工夫したらどうですかみたいなこと言ってたんで、うん、サムネイルやっぱ工夫してなきゃね、うん、見たい動画ってやっぱサムネイルなんですよね。でも雑談になんかサムネイルいるかって話で、その見たいも何もねえだろって話なんですよ。うん、雑談にサムネイルはいらないじゃん。もう雑談一本でやるしかないじゃん。うわ、この人の雑談見たいって思って見たことないぞ。うん、雑談でも、雑談見るって時点でちょっとハードル高すぎるよな。この人を知った上で雑談に入るわけで、やっぱ悪空間のノリが何個あるわけじゃないですか。俺は、俺は自分のノリを完全把握してるんで、みんな誰も追いつけてないのに、俺は独自のね、俺一人しかわからない内輪ノリっていう、世界最悪の内輪ノリを俺は持ってるんですよ。俺しかわからないんですよねえ。誰も俺の歴史を知らないんですよ、そんなに俺のこと好きじゃないから。それがちょっと腹立つよな。みんな俺の動画を事細かくチェックして、あーあれね、あれもあったね、あれねってねって言ってくれる人は一人もいないわけですよ。いたならコメントしてください。俺をずっと見守ってきてね、あの、あーあのノリも知ってるよ、知ってるよみたいな優しい人はいたならね、コメントしてください。はい、ネタツイとか言われても確かわからない人多いんですけど、ツイッターでね、あの面白い嘘をつく人たちです。うん、っていうのは面白い嘘っていうことは、まあ面白い単語の組み合わせとか、その裏切りですよね。裏切りっていうのは何だろうな、面白いものですよ。ツイッターの中で、ツイッターという中の制限の中で、その制限を生かしてどう面白いことができるかっていう、まあ面白グラップラーです。はい、うん、ね、お笑いグラップラーだね。うん、そういう人たちだと思ってもらえればいいです。うん、俺はネタツイッターラーさんたち好きなんですけど、俺でもネタツイッターラーって口に出したくない風潮はあるんですよね。俺はね、ネタツイッターが10級に落ちたっていうクソみたいなツイートしたんですけど、ないしね、そんな検定。まあ、ネタツイッターが独特、ネタツイッターがの代表的な口調とかもあって、吐いて、歯磨きしてねえから吐いて、
うん、足をあんま見せたくないんだよな、うん、なんとなくだけど。あー寝みよー、寝ちゃおうかな。まあ寝るだろうね。じゃあ今日はあれだな、コンビニ巡り終わってからのマックとかも行けねえだろうな。まあいいや。あー、おおデブダブスタンストンスタタン、おおラララララ、ルル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 、あなたを待ってるよシャデリーゼ、おおシャデリーゼ、おおシャデリーゼ、おおおおお、いつもズルルダルルダルルルルルダルル、ホルルズルル、バンズンズンゴジュンズンズンバゾウ、はい、ちょっとね眠くなりすぎておかしくなってる。今笑った時の口から出る風圧でなんか窒息しかけた。鼻が詰まってるんでね、ふざけてるわけじゃないんですよ、まあ、ふざけてますけど、俺は怒ってるみたいだね。怒ってます。はい、怒ってないですけど、僕は怒ってます。怒ってないんですけどね。でも真琴さんとかなんか全力で YouTube 活動してほしいですよね、なんか。でもやりたいことが多い人って大変だよね。うん。でもすごい真琴さんってなんか難しくない？あれ。なんかさ、YouTube を踏み台にするわけでもなければ、なんかねって YouTube をすごい専念にするわけでもないっていう、本当になんかオールラウンダーだよね。まあバンド、バンドじゃないな、なんだあれ、あの活動、音楽活動したりとかさ、めんどくさいね、すごいめんどくさいやり方してる立場だなって思いますよね。なんかやること多すぎんじゃん。 YouTube の知名度を利用してビッグなったるでってわけじゃないじゃん。それはなんかさ、 YouTube も当然続けるし音楽活動もやるしってきつってならない。 YouTube でさえ本気でやることは俺はできない。本気でやってるつもりなんですけど、フルパフォーマンスの動画の一本の価値を最高のね、今出せる最高の価値にするとね、めちゃくちゃ寝なきゃいけないんですよ。毎日動画出せないんですよ。毎日動画出すとクソつまんない動画が出来上がるんで、やっぱ無理やり動画撮っちゃいけないんですよ。うん、めちゃくちゃ面白いんでね、今日の雑談は。キレッキレの雑談ができるまで俺は寝かします。やっぱそういう方針にします。うん。やっぱね、俺の雑談欲を抑え込んで、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 ブーン！爆発。この動画のタイトルは爆発雑談です。俺これから爆発雑談っていう名前でやっていこうかな。もうタイトル決めるのめんどくせえし。うん。タイトルが思いつかなくなってきてね。うん、まあ面白いタイトルも考えていきたいけど、そのタイトルを考える脳みそが全くなくなった。キュッてもうキュッ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 シュッって枯れたね、うん、面白いタイトルを考える脳みそが枯れました。助けてください。あー炭酸水飲んでお腹痛いよー、ロロ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 ロ、いえ私は歌はダメなんだよな。歌はダメなんで、今日は結構最高傑作だな。今日の動画はめちゃくちゃ自信があるな。いやー今日もいい動画撮れちゃったか。なんかちょっと前の動画クソつまんなかったけどな、見てはないけど全部。でもいい動画あったんですよ。最後の5秒だけって言ってね、ほんと最後の2、3秒くらいだけね、はなんかこうマウスカーソルをこうね不意にやっちゃって、ダーッダーッていうのはちょっと面白かった。あれだけずっと見てる。あーって俺が叫んでんの面白いじゃん。脱力感あるじゃん。マジ叫びなわけでもないし、だーって言ってるだけじゃん。叫んでもないしね。あー今汚い舌が見えちゃったかな。あーと、ちょっと見えてる。俺の汚い舌が見えちゃった。これは第3次？一大事だ。いや、そうだ、忘れてた。キルラキル見たんだよ。キルラキル合ってっかな。いや、めちゃくちゃ面白かった。キルラキルね、極虫さんがね、その、キースヘリさん、キーセーリングの周囲っていうね、まあ、キーセーリングっていう何かがあって、そのなんか、点々でキーセーリングの周囲みたいにいて、これをなんか、
こういうのを義務教育にしてほしいということをふざけて言ってるんですけど、ふざけて言ってるわけじゃないですけど、こういうのまあ見ておいた方がいいのも、もう一個さらに グレードを高めのやつで、美味しい匂いがするなって言ったら多分口だ、口から美味しい匂いがした、焼きおにぎりの匂いがした、どうしたどうしたって、お口から美味しい匂いがする、臭くなりすぎて、で見たんです、キルラキルみたいなね、めちゃくちゃ良かった、キルラキル、どれくらい良かったなーっていう、結構フーマタアルケミスのね、あの鋼の錬金術師に並ぶか、いやちょっと超えたな、ボリュームのねスパパパパパーンっていく感じがめちゃくちゃ気持ちよかった、あれすごいいいんですよね、まあ、最後までスパパパーンで一回寝たりなんたり しましたけど、いやまず1話のなんか流れが最高だなと思って、もう一回見ちゃおうかな、大音量で、いいですね、あれめちゃくちゃ良かったな、キルラキル、キルラキル、おさらい編とかもさ、めちゃくちゃジュン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 ってなんかもうなんかねすごい短く終わらすし、もうなんか急に始まるしね、うん、いいね、めちゃくちゃ良かったね、セクシーなね感じのところも描写もいっぱいあるし、エロい描写もいっぱいあるんで、もう最高、そういう点も加えて、もう最高、うん、いいね、いいアニメだ、めちゃくちゃ良かった、うん、超最高、うん、まあ、グリッドマンもめちゃくちゃ面白かったですね、よく分かんなかったですけど、でもキルラキルとグリッドマンどっちが面白いかっていうと難しいよね、でもキルラキルじゃないですか、うん、いや面白かったな、キルラキルは、なんかアニメ特有の引き伸ばし感じゃなくても爽快感だけど、スパパパパーンってあぐれてる感じがいいなって、あと天元突破グレンラガンもなんかね、いろいろなサービスで終了してて、俺今 D アニメストアに入ってるんですけど、まあ、D アニメストアだけで見れるんですよね、今ね、早めに見とかないとね、サービスねチョキンってなったらね、オーノってなっちゃうんでね、一応大丈夫かな、配信期間大丈夫かな、グレンラガン、グレンラガンも面白いらしいんですけど、なんかね2話か3話まで見てやめちゃったんで、また1話から見なきゃな、よくわかんないから、グレンラガン1年生になったら、1年生になったら、友達100にできるかな、ああああ、お腹がペコペコ、お腹がペコペコです、ペコです、です、ペコです、いや疲れすぎて俺の服緑に見えた、やばーい、ヤバタヤバオ、年齢にゅー歳、何しようかな、いやキルラキルめちゃくちゃ面白かった、あーもうグッド、いやキルラキル面白かったし、天元突破グレンラガンも面白いんだろうな、でもやっぱね、そのあの爽快感を見てから他のアニメ見れなくないか、早くしろ早くしろ、にゃにゃにゃってなっちゃうじゃん、ワンピースとか見たら最悪なんだろう、でワンピースとかなんかよくわかんない声とかあるじゃん、なんか原作と違うのがアニメにあるわけじゃん、原作ではなんかペドロ、あペドロじゃなくてペコムズがさ、おーってなって、俺の妹に手出すって言って、チンアチってなってとかあったんですけど、なんかアニメ版だとねちょっと違くて、それもなんかよくあるなんか心の声からペドロが出てきてみたいな展開でね、あまりいいとは言えないんじゃないのかなみたいなね感じ、まあすごいね、まあ超良かったんですけど、片栗戦は、片栗戦の最後のねラストスパータグーッ、あれはなんかもう3回くらい見返した、いや嘘、2回見返してね、めちゃくちゃ良かった、神作画っていうかね、いいなって思う感じだったんで、すごいあそこだけはループして見てました、うん、あそこだけいいんでね、うん、あそこだけで動画出してほしいよね、あとワンピースも早く更新しねえかな、魚人島編ネットフリックス多分4月になるかな、4月か7月ですね、まあそれか更新しないか、うん、
この口はめちゃくちゃ河本ひろたさんに影響されてるんですけど、この口楽しいなと思って。でもあんま河本ひろたさんっぽくないじゃないですか、俺がやったら。だからセーフかなって。このキューンってやるの楽しいから。いただきますね。なんか音が聞こえて、普通に幻聴じゃんそれは。いやー、キルラキル面白かったな。まあみんなもね、見れる人は見てください。面白いんでね。まあ一応面白いアニメなんですかって回答出そうなんで、まあ鋼の錬金術師、多分金色のガシュベルも面白いと思います。でもやっぱり最強は漫画なんですよね。漫画が一番面白いんですよ。でもアニメキルラキル、キルラキル自体アニメないんですけど、うん、アニメあって、まあ多分漫画はないとは思うんですけど、やっぱり何だろうな、漫画が最強なんですよ。多分いいしね、自分のペースで読めるんで。でも漫画を読み終えてから、まあ、なんたらかんたらしてから、やっぱ声があるっていうのいいなって思いますしね。うん、あ、ここ声ついてる感じでいいなって思うこともあると思いますし、アニメもいいんですけど、俺は単純になんかぼーっとしてるわけじゃなくて、待ってられないんですよ。あー、早く進め早く進めってなっちゃうんでね。キルラキルで嫌なシーンっていうのは、なんだろうな、一個だけあったんですけど、普通はアニメってめっちゃあるんですよ、そういうシーンが。あ、もう早く飛ばせ飛ば飛ばせ飛ば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 せみたいな感じでいっぱいあるんですけど、まあ一個だけあったんですけど、まあ最終的にはもう一回見てもいいかなっていう、俺の朝魚っていうのであったんですけど、なんかめっちゃネタバレするんですけど、まあ最後の方じゃないんですけど、全然最初の方なんですけど、まあ最初の方って言っても中盤にも入らないので、まあまあいいか。なんだろうな、まあグレン・ラガンの具体的なことは何も言わず、まあ部活があって、喧嘩部作って、喧嘩部成り上がって、でやっぱ階級が上がると、一つ星制度二つ星制度とか、まあいろいろ階級が上がると、なんかすごいいい家住めるんですよ。本当はね、その主人公のが住んでる、住ませてもらってる家の家族の住む家がどんどん良くなって、最初はめちゃくちゃオンボロのところでどんどん良くなっていったんだけど、なんかお金に溺れちゃって、なんかあんまりわちゃわちゃした感じがなくなっちゃってみたいな感じで、まあまあありますわなみたいな感じで、うん、でいろいろあったんだけど、まあ絶対見たら面白いんだけど、そういうのあんま好きじゃないです。でもそういうのシュッて終わらせてくれたの嬉しいなって思ったし、まあ、そこしかないんですよ。それ以外がもっと最高なんで、いいなって思いました。ほんとキルラキルめちゃくちゃ面白いもんな。普通アニメってもう嫌なシーンばっかなんですよね。なんか、単純に好みの問題で、俺の好みじゃないシーンがいっぱいあるんで、ね。グレン・ラガンも唐突に嫌なシーン、なんか理解できなくて、んってなっちゃったけど、普通に1話から見たら面白いんだろうな。そこのシーンは1話からまたしっかり見よう。いやー、でも鋼の錬金術師面白かったっすよ。でも最後の方はなんかね、眠い目をこすりながら見てたんでね、めちゃくちゃいいシーン、ね、ネタバレ言いますけど、あのキング・ブラッドレイとヤバいやつ、ヤバいやついるじゃないですか、あいつが最後戦ってるシーン、あれをほとんど見てなかったからバカだなって思って、うん、バカなんですよ俺は。最後の方を見てたんで、やっぱね、節度を持って見なきゃダメだね。俺は2日間でキルラキル見たんですけど、自慢じゃないですよ。うん、なんかね、もうパンパンパンって見たいなと思ったんですけど、そういうのやっちゃダメだね。集中力が続かないから、集中力が切れた瞬間にやめるって。でもそれやってたんですよ、キルラキル見てるとき。なんかね、すごいね、あの2分ごとに集中力切れるんですよ、俺。寝ちゃって、あ、寝たいな、寝てなんかエロい妄想したいなって思っちゃって寝ちゃうんですよ。寝て、起きて。あ、見て、あ、エロい妄想してるな。で、やっぱね、キルラキルめちゃくちゃ面白いんで、面白い作品見ると俺の想像力がかきたてられるんですよ。これはエロい妄想だけじゃなくて、俺のあの空想ワンピースの方ね。空想ワンピースの方なんですよ。あるんですよ。あれもね、俺は面白いと思ってる。俺だけの内輪乗り。俺しか知らない情報です。はい、あれは。YouTube で載せてるけどね、ちょっと寒いんでね、下手したら消すかもしれない。まあ、空想ワンピースって名前、俺名前つける気ないんでね。まあ、なんとなくふんわかとしたところで戦ってるなんかあるんですけど、それもね、おこんな感じにかっこよくしてみたいなって思うのがあるんです。やっぱキルラキルかっこいいんでね、かっこいいシーンいっぱいあるんですよ。かっこいいシーン見ると、あ、俺もその空想ワンピースの時の中でかっこいいシーンを何個も作っていきたいなって思っちゃってね、うん、脳内の中でまあベン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 って作ってたわけなんですけど楽しいね。うん、
妄想最高ですよ。人生楽しいっすね。俺の人生楽しくてよかった。みんなの人生楽しくないらしいけど、俺の楽しさは分けてやんないな。俺ギリギリだもん。ギリギリ楽しいもんってことにしとくけど、本当はもうめちゃくちゃ楽しいんですけど、でもみんなも楽しくなってほしいな。うん、やっぱみんな楽しくなってほしいよな。なんまあ、でもそのやっぱりね、働くことになったら楽しくないよな。俺は今働いてないから楽しいんですけど、働くの積みすぎるよな。なんで働かなきゃいけないんだろうな。働くの大変すぎじゃない？まあ楽しい職場だったり、すごい綺麗な人がいるっていう基準とかね、いい上司に恵まれて、でお客さんもいい人ばっかだっていうところだったら、多分ね最高の仕事はできると思うんですけど、業務自体もそこまでね、すごいブラックじゃないし、全部最高みたいなね、会社ないのかな。うん。まあでも、こんな仕事したいなっていう仕事が見つかったら仕事しようかな。そういう、ニート論じゃないけど、仕事したくないんですけど、わあ、この仕事やってみたいなって思うこと、お金以外の理由ですよね。わあ、この仕事ちょっとやってみたいな、やってみようかなっていう気持ちが芽生えるまでは、やらないで見ようかな。それで生きれたらいいけど、まず先のことは考えませんよ。だって僕面白い、多分面白さで稼げるんで。めちゃくちゃ噛みましたけどね。めちゃくちゃなのかな。まあ、そこそこ噛みました。まあ、僕面白いんでね、面白さを生かして稼げるんでね、あとはキャッチーさです。分かりやすさなんですよね。俺の面白さをどうみんなに理解してもらうか、理解しなくてもいいから、何となくでもいいから分かってもらえるか。うん、理解と分かる、何となく分かるは違うんでね。なんとなく分からせるための作戦をしなきゃいけないんだよな。なんとなく分かってやってけやね、その人は俺のこと飽きないんでねって思ったけど、そうでもないけどね。やっぱり圧倒的な才能を持ってる人でもね、飽きられるんで、東海さんオンエアってやっぱ全員圧倒的な才能を持ってて面白いんですけど、やっぱ俺も飽きてきたんですよ。それっていうのは圧倒的な才能なんですよ。でも水溜りボンドは違うんだよな。化け物すぎるんだよな。水溜りボンドは俺は大ファンなんですけど、やっぱり圧倒的な才能を持ってるし、ずっとね、おごりをしない謙虚にいる。まあ、東海オンエアがおごってるみたいな言い方ですけど、そのなんだろうな、もうなんか俺がこんなに飽きないってことは、あの人たちとんでもない努力とは、努力の向こう側みたいなその研究をしてるんじゃないかなって思っちゃって、俺やっぱ飽き性で、そんなやつを飽きさずにやれるのってすごいよね。でも忙しい時はなんかつまんないなって動画あるんですけど、でもやりゃ面白くなるんで、それが強いんですよ。あの人たちやりゃ面白くなるんですよ。やっぱそこが違うんだよな、東海オンエアと。まあ俺の好みもあるんだけど、東海オンエアを批判するわけじゃなくて、その人としての面白さが強すぎないか、水溜りボンドって。うん。なんか、面白すぎるんだよな、やっぱり、水溜りボンドは。あの二人が。みんななんかさ、ふふんって言って見てるだろうけど、あの二人面白すぎるんだよな。うん。なんかよくわかんないけど、めちゃくちゃ面白い二人なんですよ。なんかバレンタインチョコ開けるときでも、なんか最後の時計の下りがでめちゃくちゃ割れちゃった、意味わかんないけど、なんでそのトミーさんがそんなに怒ってるのかよくわかんないけど、めちゃくちゃ面白かった。うん、まあなんかよくわからないで楽しむのがいいな、一番いいわ。ということで、終わっちゃおうかな。 寝ちゃおうかな。ちょっと今大きな声出した。ここら辺の血管、頸動脈かな、頸動脈がプクッと膨れた。あー、お腹すいたな。お腹すいてもどうせ食わねえんだよな。作るのめんどくせえし、何しよっかな。普通にコンビニ巡り今から行くの嫌だな。ガキンチョたちに会うからな。あ、寝るわ。いや俺グミ飽きた。うん、まだ話すけどさ、ちょっと話すけど、俺グミ飽きた。グミ好きじゃなかった。あざした。